心込めて仕事してくれよ。税金で食べてんだから。皆さんも現場行って声聞かれたでしょ。杉田水脈さんですよね。杉田水脈さん裏金議員じゃないですか。杉田水脈さんですよね。杉田水脈。イスラエル政府は国際社会は国連団体に対する資金援助をやめろ、こういう風に圧力をかけたんです。兵糧攻めをする、餓死するんです。それになんと日本がアメリカに言われたんでしょうね、従っちゃったんです。歴史に残るジェノサイドですよ。日本人が加担したっていうこの十字架を背負わせるんですか、次の世代に。許されません、こんなことは。行動を起こしました。超党派の議員集まってくれました。まず令和です。山本太郎、石破茂防衛大臣、中谷健さん。それで日本政府の運沼に対する資金停止を止めさせました。ガザのジェノサイドが止まってるわけじゃない、今この瞬間に子供たちが殺されております。イスラエル政府にプレッシャーを与えなきゃいけない。重度障害者と ALS 当事者の国会議員が誕生したことによって、参議院の本会議場にスロープがつけられて、まあ、ある政党の議員の方がお金がかかるとかそうしたことを言われたことがあったんですね。でもそうじゃないんですよ。健常者の議員の方がお怪我をされて松葉杖で登壇されて、そしたらその方が帰りはちゃんとスロープで降りていってくださったんですね。マイノリティのための施策をすると結局みんなのためになるんだ。ここにいらっしゃる全ての政党の皆さんのお力添えをいただきまして、私たちのことを守ってくれる法律を私たちの手で生み出してまいりましょう。多様性はパワーだ。多様性はパワーだ。山本太郎君を総理大臣にしましょう。山本太郎言ってるらしいんですけどね、総理大臣になったらメロリン級やりますっていうのが公約の一つらしいんですけど、消費税廃止にしてくれ、頼んだぞ。かなりええ政治家や。今あんまり国会にはこんなんおらんよ。脱原発、グリーンニューディール、れいわ新選組に頑張っていただかなければいけない。再現のない太陽エネルギーを私たちの電力に変えていきましょう。みんなで社会変えてやろうぜってことで旗を上げて、多くの方々が力を貸してくださったと。強い野党を作っていって、その中心に私たちが入っていって、政策や戦い方っていうものを他の野党にも力を借りていきながら拡大させていくってことをやっていく必要があると思ってますね。それができれば政権交代可能だと思ってるんですよ。